はい、えー。冒険家の皆さん、こんにちは。えー、このビデオでは、えー、Google ドキュメントの編集履歴を使って学生の表説を防ぐということをお話しします。えー、どういうことかというと、Wikipedia からコピーペーストをするだけの、そういう、えー、レポートを、えー、見つけるっていうことですね。はい。えー、っとですね、やり方はとても簡単です、えー。このバージョンヒストリーを見ればいいんですね。 えー、まず、その Google ドキュメントなどを開いて、ファイルメニューから、えー、リ,バあリビ C ョンヒストリーですね。はい。これを見ます。で、その、えー、それでそのタイムスタンプを見ればいいわけですね。じゃあ、一つの例として、えー、このファイルを見てみたいと思います。これは動物の殺処分についての、えー、レポートですね。はい。はい。えっ、ー、と、 はい。これが、その、実際に提出された、えレポートです。はい。で、あの、じゃあですね、さっき申し上げましたように、このファイルから、バージョンヒストリーにして、C、バージョンヒストリーにします。はい。はい。えっと、そうするとですね、 ええと、これが、あの、最後のバージョンなんですけど、一番最初のバージョンをまず見てみましょう。はい。ここはただの、あの、えまだ記入されていないところですね。何も回答が書いてありません。質問1、質問2、質問3というのがあります。はい。で、えっと、で、これが、あの、1月21日にここ、あの、たくさん編集されたことがわかりますね。これをちょっと見てみます。 であ、この印は右向きになっているとその中に細かい、もっとたくさんのバージョンがありますよという意味ですね。はい。はい。一番最初のバージョンでは、ここに A というのが入りました。多分答えという意味ですね。はい。で、その後ここに犬というのが入って、スペースが一つ入って、 次に猫の数字が入って、えー、年間と1日というふうに入っているわけですね。で、ここに1日あたりの犬と猫の数、1時間あたりの犬と猫の数がこうやって入っていきます。えー、この場合は、あの、まあ、この数字自体はね、どこから来ているかはわかりませんけど、えー、全部コピペをしているのではなく、一、えー、つ一つ、えー、編集して、 え、書かれているということがわかると思います。今、質問2のところまで来ましたよね。はい。で、次、質問3に来ました。はい。えー、で、それをちょっとずつこうやって編集していきますね。えー、こういうことがわかります。はい。で、これが1日目の終わり。2日目はじゃあどういうことが起きたかというと、えー、2日目はもうそんなに最後に1回だけ、えー、どっかを 何かここにスペースが入っていますね。どうしてかわかんないけど。はい。それで最後のバージョンになったというわけですね。はい。このように見ていると、あ、今最後か。はいはい。最後にこういう意見がちょっと入りました。はい。で、このように見てみると、これ全体がコピペではなくて少しずつ編集していったということがわかるので、これがですね、あの、なんていうんですか、あの、コピペではない 自分で書いたということがわかるのではないかと思います。はい。では次のビデオでは、えー、逆にそのコピペしたらどういうふうに見えるかということをご紹介したいと思います。えー、ではこのビデオではここまでにします。